もしもし、斉藤ですけど。あ、ううん、あなただって分かったよ。うん、それじゃあちょっとだけ待っててね。すぐ行くから。こんにちは、私に何か用かな。何か面白い話ないかな。新聞のネタに使いたいの。ん？美人バリスタなんて雑誌で紹介されちゃったけど、はあ、私って見た目こんなに普通なんだよね。ん？雑誌にお店が載るのは嬉しいけど、なんだか客層が変わっちゃって常連さんの肩身が狭いんだ。なんとかならないかな。美人バリスタなんて雑誌で紹介されちゃったけど、はあ、私って見た目こんなに普通なんだよね。はい、男女で二人っきりになるくらい普通のことだよね。もう何か面白い話ないかな。新聞のネタに使いたいの。はい、はい、はい。男女で二人っきりになるくらい普通のことだよね。雑誌にお店が載るの。いやー！どうしたの？男女で二人っきりになるくらい普通のことだよね。ないくらいお菓子をもらっちゃったけど、すっごく嬉しいよ。本当にありがとう。今度私の家に遊びに来てよ。とびきり美味しいコーヒーを入れてあげる。雑誌にお店が載るのは嬉しいけど、いやあなたの顔をラテアートで描いてみようと思うの。うまく描けたら見せてあげるね。あなたは私の書いた学校新聞のコラム読んでくれた？もし読んでくれたなら感想を聞かせてくれると嬉しいな。あなたは私の書いた学校新聞。いやー、普通に恋するってすごく幸せなことだと思うんだ。あなたはどう思う？もう雑誌にお店が載るのは嬉しい。いやー、目が合っちゃったね。普通じゃないくらいドキドキしてる。キスしちゃう？おっぱい見たいの？あなたに見られるとドキドキする。私、普通じゃなくなっちゃったのかな？お尻見てるよね。緊張して力入っちゃうよ。もういいかな。さすがに恥ずかしいよ。ん？何かな？そんなに見たいの？もう今回だけだからね。足すごく見てるね。男の子ってこれが普通なのかな。満
足してくれた？こんなのあなただけなんだから。美人バリスタなんて雑誌で紹介されちゃったけど、いやー、何か面白い話ないかな。新聞のネタに使いたいの。ん？何か面白い話ないかな。新聞のネタに使いたいの。普通じゃないこと知っちゃうの？こういうの慣れてないから、うまくできなかったらごめんね。そこ普通じゃないかも。そこ何か感じちゃう。熱いの出ちゃう。すごい体験しちゃった。あなたの顔をラテアートで描いてみようと思うの。うまく描けたら見せてあげるね。あなたの顔。いやー、普通に恋するってすごく幸せなことだと思うんだ。あなたはどう思う？はい、今度私の家に遊びに来てよ。とびきり美味しいコーヒーを入れてあげる。あなたの顔を。いやー
今日も一日頑張っていきましょう。